親子で成長虹色動画。今日は青色草親子で陸上、女の子が楽しめる初めてのスプリント。さあ柑橘系の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。本日のテーマはですね、大きな走りでスピードアップ、ハードルドリル5000です。さあ皆さん、ハードルです、はい、いよいよ初ハードル。皆さん、ハードルあまり使ったことはあるんですか？あります。 OKOK。 でもこの2人ないでしょ、ハードル。ないよ、はい、ないですね。なのでね、ちょっとね、ウキウキワクワクしますけど、アマランちゃん曰く危険が伴うんですね、あれね。危険ですよ、危険。危険、そう。あの、どうやるかって言ったら、ハードルを硬そうやもんな。硬そう、あれ当たったらもう大怪我しますから。しかもちょっと間隔狭めに、50センチ60センチ間隔で7、8体ポン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 並べていって、高さは一番低くしますけど、その狭く並べたハードルをいろんな動きで飛び越えていきますから、うん、一回こうこけたらドミノ倒しみたいにパパパパパーンっていきますからね。うわ、大怪我なんで、緊張感持ってやりましょう。骨折するやん。そうそう、だからね、集中力が高まりますし、でもその危険性を犯してまでもやるメリットがあります。それは股関節の動きを大きく動かす意識が高まります。今までやってきたかけっこドリル、スプリントドリルを、ハードルを使ってやることによって大きな股関節の動きを身につけることができますし、その時に軸をね、しっかりピンと意識してやれば、よりね、走る時にダイナミックで、ストライドの大きいね、豪快な走りにつながりますから、やっていきましょう、はい、さあ、それでね、5種類動きするんですが、やっぱり体を動かす時に全ては脳からの指令で体を動かします。神経回路をね、脳からの指令で動かしますから、今から外行く前にまず頭の体操してから行きましょう。はい、はい、スピードアップしりとり、2回転します。例えばリンゴを手拍子でポンポンした後、次順番にね、はい、はい、行きますよ。スピードアップしりとり、タカちゃんから行きます。タクシー、シマウマ、枕、ラッパ、パンツ、積み木、キツネ、猫。 OK、 積み木。おお、さあ、それでは現場行きましょう。せーの、ドン。それではハードルをね、今からね、並べていくんですが、もうね、お姉ちゃんが中学校でもね、やったことあるみたいなんで、はい、並べてくれます。まず間間隔だいたい60センチぐらいで並べていただいて、その後最後の2ステップだけ70センチちょっと幅を広げます。そして、この高さは一番低い、多分何センチある、一番低いところで今日は やりましょう。レモンちゃん、もしね、これが飛べなかったら、レモンちゃん1個だけ、1本ずつね、レモンちゃん特別賞でありますからね。はい、そしたらどんな風に仕上がるんでしょうか、楽しみです。はい、完成。山奈ちゃんが並べてくれました。レモンちゃんと並べてくれました。はい、まず最初のね、2種目は間もちょうどこの足の長さと一緒ぐらいでセットしてまた入れていきます。その後後半ね、もう少し間間隔を空けてセットしたいと思います。前またぎ。はい、それでは股関節をしっかり回していくんですけども、軸まっすぐにして、手はね、こう上でバランスとっても、こうやって重ねて水平にしてもいいです。そしてまた入れていくんですが、またポイントは股関節回しウォーキングと一緒、膝を、つま先を外側に向けて、膝を腰より高く上げて回してきて、着地の時はつま先まっすぐ、それを繰り返していきます。ブインブイン、できたらこの時に体重移動もして乗り込み、腰をしっかり乗せれるといいです。ブイン、難しい。はい、こんな感じです。山田ちゃん、これ学校でも負傷者が出るぐらい危険な練習なんですね。日々入ってる。皆さん、これ、これ硬いハードルなんで、柔らかい、何やったっけ、練習用のフレキハードル。できればそっちでやった方が安全面、ちゃんと確保できますので、まあ今日はね、ちょっと、より緊張感持ってやってみましょう。レッツゴー。レモンちゃんちょっと危険なんで、レモンちゃんはゆっくりまたぐだけ。もうね、形とかフォームとか全く気にしなくていいです。安全第一でね、お姉ちゃんがむちゃむちゃ心配してくれてますから。でもいけてる。あ、いけそう、最後までいけそう。集中ね、ここ危険が
ね、怪我してしまったらね、大変なことになりますから。はい、ラストに行こう。よし、オッケー。さあクリア、いけましたね。オッケー。はい、ヒューガさんお願いします。はい、どうでしょうか。よいしょっと、この足、次、その足も次行きましょう。この感覚でやっと、よし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 、よしよし、お、でもいけるいける、よしよしよし、おーしよしよし、お、でも腰乗ってますね、腰乗ってますね。あ、強めついた瞬間はなんかもう、おー、私できてるっていう顔がいいですね。どんな感じでした、やってみて。うん、これあった方がなんかちょっと背筋ふって伸びるかも、うん、あ、意識が高まるんですね、うん、あ、それは大事なこと。さあ、最後アマナッチャーに締めてもらいましょう。アマナッチャーどうぞ。おー、すごい、なんかこのインパクトつけてますね。これこうやんのかも。すごいすごい、お見事。なるほど、アマナちゃんがいいお手本になってくれました。ありがとうございました。アマナちゃんいいですね。はい、さあ次のね、後ろ歩きもちょっとタカちゃん心配なんで、ちょっと後で教えてくださいね。はいはい、ナイスです。後ろまたぎ。さあ次、もう一つ危険性が増しますが、後ろでまたいでいくんですけど、まあ、全身の筋肉を効率よく使うことができるんで、走力アップにはとても有効なんですが、とにかくね、ここにガン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 足ぶつけやすいんで、ここからこう回していくんですけど、回して下ろすときにまたつま先向こう前向き、これで回していってつま先前向き、ちょっと、あ、まずいけてる、タカちゃん、こうこう、むっちゃむずい、これはむずい。これで上げるときにここガンって引っかかりますから、ここ引っかからないようにもう上げる瞬間もうすでにこのつま先を外に向けなければ危険ですね、はい、おっと、これは軸の意識もできます。よし、さあそれでは柑橘系の皆さん、これ非常に危ない、まずい、これ危ない。はい、行ってみましょう、どうぞ。はい、レモンちゃんはちょっと後ろまたぎ危険なんで、一個のハードルでやってみましょう。はい、後ろまたぎどうぞ。怖いな、怖いけど、いけるいける、で前に行って、あ、レモンちゃん小学生にはこれいいですね。股関節の動き十分使えてますもんね。ヒューガさんこれいいですね。うん、おレモンちゃんうまいうまい、よしよし、こう見て、はい、股関節しっかり膝曲がってます。はい、後ろ、おー、オッケーオッケー、レモンちゃんオッケー、イエーイ、イエス。はい、それではヒューガさん、マナちゃん行ってもらうんですけど、これほんまに危ないから、普段全く使わない動きなんで、後ろ向きなんで、はい、ゆっくりお願いします。どうぞ、特にママ。お、そうそう、うわ、うまい、うまいな。さ、お、なに、なんや、タカちゃんうまいやん。これだから体の使い方やね。股関節の動きはもちろんやねんけど、この脳からの神経系のコーディネーション能力の強化にもってこいです。はい、OK です。さあ、さすがなまなちゃんもこれは学校でなかなかしたことないでしょ。ね、青山学院の陸上の本で勉強しましたから、これは効果的ですよ。さあ行きましょう。体幹しっかりキープした上で、コーディネーション能力、お、ステップ行きますか。さすがやね、もう無理せずにね、無理せずにね、大事な体やからゆっくり、ステップなしでもいいですよ。遊んでいい、それで行きます、それで、オッケーオッケー、それでいい、それでいい、後ろは危ないから、オッケー、バッチリです。さすが軸綺麗ですね。はい、お見事でございました。はい、次行きましょう。横向きリズム上げ。はい、さあ続いてね、これ横向きにこうやっていくんですけど、アマナちゃん、これ危険度どのぐらいですか。これが前よりも危ない、危ない、これ危ない、気をつけましょう。レモンちゃんだから1台ずついきますかね。はい、これね、また軸をとにかく意識してまたいでいくんですけど、またいで、ちょっと軽くね、こうシュパンと切り返しのリズム入れれる方は入れて、できない方はもうまたいでいくだけでもいいですけどね。うわ、むず、これむずいわ。でも体幹と軸の意識できます。なんせ緊張感があるんで、一本一本に集中できます。さあ行きましょう。さあそれではレモンちゃん、横向きリズム上げっていうか、横またぎお願いします。よし、よう、まいまい、ほんで今度こっちから、おい、ほら、おお、ギリギリ、またギリギリですね。いいですね、股関節の動きが大きくなります。よっと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 、オッケー、入れましょう、オッケー、イエーイ。はい、それではヒューガさん、もうとにかく安全にお願いします。はい、どうぞ。
そう、おう、上半身でバランス取りながら、いいですね、もう、はい、いけてるいける、もう十分十分。普段この横でさ、こんな動きしないでしょ。しないですね。これが筋肉をね、バランスよく使えるようになりますからね、コーディネーション能力アップです。コーナーのね、200m とかにもね、有効な動きが多分入ってると思いますから、お見事。はい、どうですか。うん、難しい、こっちさっきのよりやっぱりな、難しいな、横向き。うん、天野ちゃんお願いします。天野ちゃんもゆっくりでいいからね。おさあ、そう、これついて、この緊張感の中、体幹を維持するのがね、すごく効果的ですね。うまいですね。安定感バッチリだ。はい、天野ちゃん、お見事でございました。さあ、ここからですね、動きが少し大きなドリルになりますので、これを思い切って2個分開けちゃいますので、どうしよう思ってたら、天野ちゃんがナイスアイデアで間抜いたらいいね。クロスステップ、よくサッカーとかでやるこのクロスステップね、こう前後ろ前後ろ、これの、為末さんの本でもやりましたキャリオカステップ、これの1歩目を1、2、3、4、このステップのこの腰の回転と股関節の可動域の拡大、ここだけに集中してやる、クロスステップでございますが、まずこのハードルの50センチぐらい手前に立ちます。そしてハードルごとにのところにちょうど軸足を置く感じで、1、2、1、2、1、2って感じ。はい、あまちゃん、タカちゃん自分では分からへんけど、軸なってた、うまいこと。うん、なってんちゃう、なってる。はい、そしたら皆さんもレッチャレンジ。はい、レモンちゃん、これは、ハードルの外側でやりますから安全なんで、レッツチャレンジ、行ってみましょう。クロスステップ、1、うまい、おーおー、いいですね、おー、すごいすごいすごい、おー、揺れてる、オッケーオッケー、どんどん行きましょう、よいしょよいしょ、オッケー、思い切ってどうぞ、よいしょ。これは危険性がないですから、いいですね。でもハードルがあることで、足の上げる意識とかね、この歩数の感覚を意識できますね。はい、OK でーす。はい、それではラスト、天奈ちゃんお願いします。1、1、スピーディーやね。おー、そうやってリズムよくやるとさらにね、コーディネーション能力アップできますね。はい、おめでとうございます。さあ、次、天奈ちゃん2ステップなんでより難しいんで、高井ちゃんちょっと危ないから、ぎこちなくなるんで、天奈ちゃん頼むで。はい、2ステップ。はい、次ね、2ステップのもも上げあったでしょ。1、2、1、2、1、2、1、2、はい、軸をしっかりして、このリズム能力、地面の接地を鍛えていくリズ、2ステップもも上げに、この股関節の動きをつけていく、むっちゃいい練習ですけども、危険度が一気に上がりますから、むっちょっと日向さん心配ですね。日向さん、2ステップ難しいと思うので3ステップでいいと思います。はい、はい、そしてポイントは、この2ステップの間に軸を意識して、こう股関節回してくるんですけど、もちろんこの膝とつま先、外側向けて回してくるんですが、着地の時は、つま先まっすぐ、着地の時にパーンとこう体重を移動、腰への体重、腰が乗る体重の乗り込み、ここを意識するのがポイントですので、ちょっとやってみますね。はい、天野ちゃんできひんかったらよろしくね、天野ちゃん。はい、いきます、いきます、よし、いきます、はい、さあ、ギリいけた、天野ちゃんゴー。はい、レモンちゃん、これちょっと危ないんでやめときましょう。そしてヒューガさんも危険度マックスなんで、ちょっといっぺん、まあ緩めにやってみて、上げて1、2、3、1、2、3でいい、3にしておこう、さ、オーケー、それでもね、それでいいわ、それで、お、うまいうまい、とにかく最後まで無事に戻ってくるんだぞ、よし、オッケー、さあ、どうや、どうやちゃう、まあどうや、まあ素晴らしかったね、ここ全然そのハードル倒すことなくいきましたけども、はい、軸意識、いや、そんなのできないね。まあそうやね、まずとにかく安全に行くことが大事ですから。それではラスト、天奈ちゃんお願いします。
12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 1
球場も入るとして、まあ800、400、いろいろね見えてきますけども、400メートルハードルっていうのもあるんですけども、100メートルハードルもあるんですけども、ハードルもやってみたいですか？あー、まあ練習程度にはね、親子で虹色動画でもやっていきましょう。さすがナイスでした。それではまた会いましょう。さようなら。バイバイ。見事。